どうも、大元帥です。今日ですね、レッドフレームを使ってきました。でね、なぜ僕がレッドフレームを使ってきたかというと、まあ、リクエストでね、まあ、畳投げだけで勝ってくださいっていうのが来たんですよね。畳投げっていうのはこれですね、下角ですね。下角と角と追加発生でぶん投げるんですよ、畳を。で、これね、ちょっと僕使ったことなかったんで、この試合初めて使ったんですけど、まあ、あまりにね、ゴミみたいな性能でビビりましたね。これ今畳飛ばしてるんですけど、もうなんかどっか行っちゃうんですよね、ピョンって。クソみたいな軌道を描いてね、とかどっか行っちゃうんでね、これね、当てんの、あ、この時点で不可能だなと思って、とりあえず、ね、ロックを取るだけにね、集中してますね。とりあえず畳をチラ見せしく、いいね、畳をチラ見せして、組んじゃねえぞってところで、畳をチラ見せしく、いいね、畳を見せてくよ。おっと、ここでスクリアセーブ開けたら、ね、とりあえず、畳で安全に着地していく、うまいですね。とりあえず着地をもう防御手段として使い始めましたね。うん。そしてここで、いいね。投げ敵がどっか行く当てるわけない。これひどいですね。かなりひどいんですけど、ここで畳を見せて、いいね確定してくいいね、まあ、畳しか使っちゃダメなんでね。ここは畳カウンターで迎撃していく。説教そしてこれクアントフルセーバーから見てきますね。僕も畳しか使えないこと分かってまるんですかね。まあ、かなりね、露骨に狙いに来てますが、ここで、いいね、しゃべりまし、頑張って、相方くん頑張って、のしゃべりですね。僕は畳しか使えないけど、相方くん頑張って、しゃべりしましたね。しかし、ここでクソみたいな被弾をしてしまいますが、まあ、いいでしょう。ちょっと畳を出していきましょう。いいね。畳を出して、いいね、牽制してく、説教。ここで無事着地できたので、まだ生き残って、まだ死にたくないですね。ここで、いいね、畳で、おっと、畳だけ当たってく、いいね。84ダメージ食らしてく、説教。ここでしっかりと畳ずんだを2発ね、決められたんでね、最高に気持ちいいですね。で、ここで覚醒してやることは必要ですね。処理の職、いいねー処理して相方頑張ってってやってますね。そしてここで、わけのわかんない勢いで畳をチラ見せしてく。ここで、いいねー相方くんが決めてくれて試合終了ですね。うん。まあね、僕の畳をチラ見せすることによってね、相手ビビってね、なんとか勝てましたね。うん。それでは対戦ありがとうございました。